まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、河辺選手は遅れてやってきたようだ。頭の中で喋るな。君なら私を失望させまい。わけがわからないぞ。妙だな。Huh?